信号あれだな。でもなんもいいな。じゃあ別に2013年式なんで、あ、平成13年なんで、うん、全然最新ではないですけどね。僕の中では最新です。いやいや、めちゃめちゃ全然入りいいですけどね。うん、バックなんですよ問題は。ちょっとここにして止まって。意味でいいですね。それがね、かくんでどうも入んないとかあるんですよ、バック。あ、今が、あ、今ちょっと、うんうん、そうそうそう、でも全体的にはいいと思う。そうですか、うん、あとはね、足があまり仕事をしない、特に空に状態だと。ああ、うん、そうかもしれないですね、うん、あ、でも今帰る時もはい、なりますね、5機は、はい、今のはまあいいけど、うん、そのこの辺のリンクの5機っていうのと、その動くときにミッションの中の5機っていうのと2つあるんだけど、1、2の時はちょっとミッションの中の5機感があったかな、うん、1、2がほんのちょっとやっぱ、うん、引っかかりがありそうな感じしますよね。そうです、そうです、はい、いいっすね。もうしょうがないから、悔しいから、あらでもさ、ワイパーの根元が錆びてる。錆びてますね。そう、今度ボディも塗装するんで、その時にそこの辺もお得意の手塗りで、ローラー履き塗りで、はいはいはい、やろうと思って。ということで、添加剤入れてみました。全く走ってません。クラッチつないだまま回してみたらどうでしょうか。さあ、じゃあ問題のバック行ってみましょうか。今のところまだそれほど変わらないのかな。こんなに変わってる感じがしないような。うん、とりあえず今のとこ大きく変わってる感じはしません。はい、ここでちょっと一周回って一周しましょう。では、はい、ちょっとはタイプがいや、全部キプさんに運転までしてもらってる。
なり細い道ですよ。すぐ着いちゃう方向から行っちゃう。コーヒーがこぼれないようにさ、そうっすね、あのカップの中でコーヒーを回さなきゃいけない。そうそうです。それ極めるとドリフトしながら。その摩擦抵抗がとにかく少ないから、はい、デファレンシャルって後ろにあるじゃないですか、はい、あれすごい抵抗すごいんですよ、はい、だからオイルも普通のオイルじゃ耐えられないから、うん、あの専用のオイル使ってるぐらいだから、添加剤入れるとあのよりあのスムースさが増すと、うん、ちなみにあの余談ですが同じエンジンでFF と FR、はい、FF は後ろのこのデフのいわゆるデフっていうあの形状のがないんですよ、うんうん、全部同じ回転方向、要は90度トルクを配分するあのデフ、はい、あれがあるなしで、うん、まあ、あの同じエンジンでもパワーが違ったんですよ、要は同じエンジンでも、うん、要はパワーロスが激しいから、同じ形式でも FF の方が速かった。まっすぐね。えでもなんか滑らかな感じするな、ギアの入りとか。角が取れたような感じになるっていう。そんな感じは、っていう感じ。明らかにしますね。まあとりあえず混ざってどうなるかっすね。そうですね。うん、まあこれは後々インプレッションを、ね。はい。教えてもらいましょう。はい、お疲れ様です。ありがとうございます。とりあえず入らないってことがないですね。まあ、たまたまかもしれないし、ほらね。いや、でも今ね、クラッチの切りが甘かったです。自分の足の、はい。でも今のガーっていうのは、うん、あの構造上どうしても絶対に起こりうるから。そうなんですか。うん、あのシンクロっていうものがついてないから。ガチャンって入んなければガーってなり、うん、だからレバーが引っかかって入んないよみたいなのが、うん、いやそれが今のところ出ないですね。それが一番あのおかしいっていうか、3回に1回ぐらいはあなってたんですけどね、うん、いやなんかちょっと期待が持てます、はいはい、じゃあありがとうございます、まあ、はい。